カリン様だ。本日はですね、おなじみ原宿にあるキャンディーシロップさんに来ているんですけども、髪の毛をですね、まあ、いつものごとくプリンなんですけども、ツートーンに今回はしようかなと思いまして、それでは早速行ってみましょう。いくちゃん今日もよろしくお願いたき、ツートーンにしたい。あ、ツートーン、うん、どんな感じで、うん、黒と赤のツートーンにしたいんだけど、うん、ここにでも黒入ってるからちょっと黒多めのツートーンになるのかな。それでいい感じか。それでお願いたきです。はい、今回は。わかりました。今日も可愛い、うん、ありがとういっぱい入ってるね。そう、いっぱい入ってる。めちゃめちゃ遊ばれていっちゃんってオッパありそうだよ。入れてる？入れてない。女性ホルモン入れてからちょっと大きくなった。あ、そうなんだ。もともと胸が大きい家系だから。あ、そうなんだ。え、触ってみていい？いいよ。ほんとだ。なんか小学2年生の胸って感じ。それぐらい、それぐらい。嬉しい、ありがたき。触らせてもらってしまった。じゃあ、おねがたきです。はい、小児の父。小児の父。今日頭さ、ちょっと洗ってないんだけど大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。一日ぐらいでしょ、全然平気。え？全然大丈夫、全然大丈夫。違う。どうしようかな、それってすごい重要かな。重要じゃない。重要かな。じゃあこっちを送る。そんなイメージだよ、うん、なんかそんな感じかな、うんうん、シャンプーしました。女性ホルモンっていいことあった？性欲がなくなったの。乳首が感じやすくなった。乳首が、乳首が敏感サラリーマンになった。うん、将来その玉を取って、うん、なんか玉取ったらパイプカット。パイプカットは妊娠しないだけで、種を取るのがパイプカット。そう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 。え、いくちゃんはキャン玉袋取りたいの？そう。なんかキャン玉袋って何ですか？キャン玉、キャン白とかけてるキャン玉みたいな。キャン玉、キャン白じゃなくてキャン玉、キャン玉シロップ大抵シロップに使ってる。何のために撮りたいの？いや、女の子っぽくなりたい。あー、え、そこ撮ると女の子っぽくなる。そうそうそう、男性ホルモンが出ないから。でも男性ホルモンが出ないと補ってあげないといけないから、女性ホルモン入れないと絶対ダメ。手術まではしたくないの？あの、変換の。それはしたくない。あ、そうなんだ。女の子好きだから、うん、そこはあった方がいいかな。子孫は残したくないと。そう、残したい。残したい。残したいから、その、してないだけで、うんうん、残したくなかったらもうしてるかも。あ、子孫残してからキャン玉を取るってこと。まあ、理想はね。でもそれを承諾してくれる女の人なんてなかなかいないから。あ、確かに。もう何年かはちょっと粘るけど、もう結婚できなくて子供できなかったらもう諦めたらもう取る。最初は取ってもいいって言っててさ、うん、結婚した女がさ、うん、やっぱ取らないでとか言い出したらどうするの？話が違うじゃないかってなるの？とりあえず子供を授かってる。あでもまあそしたら、まあそうしたら考えるんじゃないの？取らないかもしれないし。あ、そういうから、じゃあ取らないにするかって思ったりするかも、うん、かもしれないけど、ね、やっぱ女の子に流されやすいからさ。その手術は保険効かないの？効かないんじゃない？そうだよ、15万ぐらいでいい。あ、安いのか。玉は本当、玉だけだったらすごい安い。うん、最初に玉だけ取るって言うじゃん、よく。全然知らない、聞いたことない。よく言うよ。で、それは本当に安いから、とりあえずお金ないから取っていきたい。女っぽくなればいいし、ちゃんと男性としても生きていきたいから、うん、難しいとこだよね。綺麗な黒に染まったね。うん、今日さっきさ、カバンの中見てたらさ、うん、パンチが入っててさ、びっくりしたの。どういうこと？あのね、この間大阪に遠征したんだけど、うん、その時のカバンのままで、あ、カメラの機材とかあるからさ、うん、
大きいカバンあるんだけど、そのおパンティーが回収されてなかったみたいで売る人みたいな。え、それは家に置いてったの？ゆっちょ、今日家にある。あるんだよ、回収されてなかった、もうそのまま持ってきちゃったんだ。なんか今でもさ、女子高生ってそういう売るのとか流行ってるらしくて。あ、そうなんだ。この間お客さんで、ね、靴下5万円で売れたとか言ってた、7万円か、7万円で売れて紹介したら5万くれるって言ってて、そういう商売まだあるんだなって。すごいな、靴下売っただけで。かどうやってさ、それさ、ちゃんと本人が履いたい、あ、なんか合うらしい。ああ、その場で脱ぐんだ。その場か分かんないけど、じゃないとなんかね、その辺で買ったやつさ。そう、でもまあその変態のおじさんが、うん、高校生だけど18歳過ぎてないとダメみたいで、はいはいはい、そういう人を紹介してくれたら、なんか5万紹介料5万円くれるらしくて。コロニャン警察だからね。コロニャン警察だから難しいよね。でもやっぱ仕事もやっぱしないと逆に生きていけないし、なんか喘息ってさ、なんか電車の中でさ、咳とかがさ、たまにさ、出そうになる時あるんだけど、このご時世さ、そうなんだよね、やばいよね、もう今日息止まりそうになる、やばい、咳する、やばい、やばい、次の駅で降りようかな、やばいってなる。いや、なるよね。なる。キクちゃんもあれ見てない？東京リベンジャーズ見てるよ。あ、見てるんだ。アニメだけじゃなくて、漫画見た？あ、見てない、漫画。でも、オチは聞いた。言わないでね。分かっちゃう。言わないでねって。一回オチ聞きたい人だからさ。でも面白くなくない？そしたら。でみんなに言われるんだけどさ、聞きたいんだけど。分かるけど、あの髪型やってくれって言われたらちょっと困るけどね。でも昔の友達っていうか同級生とかやってたよ、あんな髪。でもあれよりすごいやつやってた。昔の美容師はできるんだろうな。あれ、ニグロとかコンロ、なんかそういうパンチパーマとかじゃなくて、編み込みのすごいやつみたいな。いや、でもあれはいいさ、結構おしゃれな美容師だからさ。でもあれはクローズあたりに行くとおしゃれなヤンキーになっちゃうから、まあベタなリーゼントみたいな。でもなんかそのもっとすごいやつやってたよ。詰まりました。詰まりました。半分、乾かすの楽しみ。あ、変わった。久々の黒。黒面積はね、長く大きいね。犬が止まってない。これ、イクちゃんが選んだ。え、これ誰が選んだんだ。俺じゃないと思う。おー、すげー、オッケー。完成しました、赤黒ツートーン。どうしようか。なんか結構ストレートでもかっこいいかも、じゃあストレートにしようか。なんかこの感じがいいかも。軽くストレートアイロンですよ。よし、というわけで髪の毛完成しました。ありがたきツートーンです、いくちゃん。いい感じになりましたね。久々に自分の黒い髪を見た。ちゃんとこっから割れてます。こっちから切ったら黒、こっちから切ったら赤。さっきりは分裂したピカリンのどっち側が好きだ。いくちゃんどっちですか。ん、黒と赤。難しいけど、黒にしたばっかだから黒が良くない。どっちもいい。君はどっちだ。ぜひこのピカリンを目覚めクラッチ。ツインテールとかね、した時もこう、2つに分かれてね、可愛いと思う。というわけで、原宿キャンディーシロップからピカリンとゆくちゃんでした。キャンディーシロップ置いてます。来てね。ありがたき。ありがたき。ビシバシ。